ホーリーストーンから 100g 未満で GPS 搭載のドローンが発売されるらしいよ。はい、かのちです。今回はね、ホーリーストーンから 100g 未満の GPS 付きだよのドローンが発売されるとの情報です。軽量なのでね、風に弱いような気がするんだけれども、どれくらいの風速に耐えられるか、また高度距離とかね、その辺の検証をしていきたいと思います。このドローンはね、リモート ID 登録を必要としないモデルになってます。なのですぐ外で飛ばすことができますよ。もちろんバッテリーは充電してからですが、今分かってる仕様は 1080p のカメラ搭載、バッテリーパックが3個付属しています。充電器は2つらしいね。プロペラガードが付属してないのが残念なんですけれども、今後発売されることを期待しています。専用アプリが用意されているということなので、どんな飛行ができるか楽しみです。かのちチャンネルでは開封フライトレビューと様々な検証をしていきたいと思ってます。はい、ノウハウを提供する予定です。よろしくお願いします。